どうも、梶ヶ谷隆也です。今日は皆さんに、LINE の、友達自動追加について、詳しくね、紹介したいと思います。まず、なんかこう、こっちでね、友達追加しようと思ってなくても、なんかこう、されてしまったりとか、っていうのが、この設定が原因ですよっていうのがあるので、それを紹介します。まずは、普通にこう、LINE を開きます。はい。で、右下のこの点々ですね、を押してもらって、右上のこの歯車を押します。はい。で、下の方にですね、友達ってあるんですけれども、はい、こう友達開きますね。で、ここにあるんですけど、こう友達追加っていうのと、友達への追加を許可ってあると思うんですけれども、はい、これね、まず上の方のものがオンだった場合は、自分の連絡先に入ってる、人が、友達に追加されます、はい、自分のですね、これは、はい、で、友達への追加を許可、これ下に関しては例えば自分が連絡先を知らなかったとしても向こうが自分の連絡先を登録してた場合、これがオンになってると向こうの LINE 上にまず友達に勝手に追加されます、まあ、勝手に追加できます、ね、でこっちもオンになってると友達になりますので、知らない間に、友達自動追加の方に、なってるということですね。でなんかこう LINE 始めた時に、これ結構実は聞かれるんですけど、こう2つね、あの初期設定の時にこれ出てくるんですけど、これ気づかずに OKOK ってやってるとなんかこう新しい友達になりましたよみたいなのが全員に言ってしまうと、で逆にね新しい友達になりましたみたいなのがねよく来るんですけど、それは結局こういうのが原因になったりとかします。なので、この友達追加ですね、あと友達への追加を許可、この部分がオンかオフかっていうのを確認してもらって、はい、まあ、日常生活でね、友達増えるっていうのはすごくいいことなんですけど、はい、まあ、よからぬ友達もいますもんね、言ったらね、はい、その友達と付き合ってしまったがゆえに、ね、そういう道に進んでしまったみたいなね、わかりませんけれども、そんな感じでね、友達付き合いを LINE の方からも進めてもらえばと思います、はい、こんな感じで梶ヶ谷電機店の方では、iPhone とかですね、家電製品全般についてですね、情報を提供しますので、皆さんぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。